やっぱりそのホリエモンのメルマガ読んで質問出して、でホリエモンがやってるアプリっていうのをやってるんで、同じように自分の時間っていうのを費やして努力して、ホリエモンになれる人ってさ、その努力してる人が100人いたとしたら、似たようなところまで行ける人って1人か2人いたらもう同じじゃん。残り99人は落ちる。いや、僕はほんなら、そこはね、やっぱ努力が足りないんだと思うんだけど。努力足りない、うん、うん。だから僕楽ですもん。ほう。楽ってわかります意味。うん。いや、どういう意味で今使おうとしてるのかわかんなくて、何か、もうね、めんどくさい。言いたいことがあったら言えよ。あ、楽っていうのは、その、いや、競争が激しくなくて楽ってことです。僕自身が。うん。だ僕が思いついたことを、うん、僕はやるじゃないですか、うん、でそこでそのガリ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 ってこう100人とかもう1000人とかが同じことをバーってやってくりゃいいのに、うん、誰もやんないから、うん、楽だってことですよ。だから僕思いついたら即実行しちゃうから、はいはいはい、自分がいけると思ったらやっちゃうじゃないですか、はいはいはい、そしたらなんかみんな諦めちゃうけど、うん、あのそのそれは思いついたらすぐやっちゃうというのは、まあ、古く言えばなんだろう、今やってるメルマガのモデルやり方とか、うん、あとは照り焼きとか、うん、そういうふうなことのこと。そう、まあ、うん、メルマガもそうですけど、メルマガは結構フォロワーがバーってきて、まあ、ようやっと出てきたけれども、いい感じで、うん、あのよくはなってきてるんですけど、うん、まだまだ全然僕は少ないなと思うし、うんうん、メルマガでマネタイズできますよみたいな話をしてもすぐにメルマガやっちゃったりとかする人ってやっぱり少ないですよね、うん、で新しいものにやっぱりこう飛びつかないというか、うん、例えば、まあ、Google グラスとかでもそうだし、うん、あとね、そのやっぱりそういう人たちの近くにいた方がいいわけですよ。うん。新しいものをやる人たちの。だから僕だったら僕の近くにいた方が僕に触れられるじゃない。うん、なるほど。うん。で、そういう、じゃあ僕みたいになりたいんだったら僕の動きを全てトレースすれば少しはマシになるわけじゃない。うん、マシになるっていうか、多分そういう、多分元ライブダーの人たちって、そういう感じなわけですよ、うん。やっぱ僕の周りにいたからこそ、やっぱこう、周りの例えば IT 業界の普通の会社からしてみると、うん、やっぱちょっとおかしいぐらい僕は煽ってたんで、うん、その近くにいた人って自然にそれができるわけですよ。はいはいはい。彼らは、あの自然にやっていても、僕よりはやんないけど、だけど周りよりはすごいガリガリやっちゃうみたいな人たちが多くて、例えば LINE の CEO をやってる井田沢くんとかって僕の部下だったわけだけど、うん、もう彼なんか僕からしてみればまだまだだなとかって僕は思っちゃったりとかするけど、だけどもう世の中の人たちからしてみればね、うん、LINE ってすごいよね、 IT 業界で、うん、もう抜かりなく手を打ってくるよねっていうふうにみんな言ってるわけですよ、うん、いや俺まだまだだなって、あんなすげえ会社やってたらもっとすごいことできるでしょうって思うけど、うんうん、そうなりたいんだったらね、うん、僕はいつもメールマガジンをやってるわけですよ。で、うん、メールマガジンをやっていて、そこに僕日記を書いてるわけで、日記を書いていて常連の店とかあるわけですよ、うん、でそこに 2,3 時間とかよくいたりとかするんだけど、うん、その店になるほどね、うん、来りゃいいのに、うん、まあ、来られたらうざいんだけど、うん、なんだそれやってうざいんだけど、うん、来ねえなみたいな、うん、そう、メルマガの宣伝ばかりとかって言ってんだけど、うざいんだけど来ればいいのにって、うざいんだけど来るやつっているんだよ、あ、ね、いてうざいながらもなんかずっと追っかけみたいに、うん、僕がなんか講演会やったら必ず来るやつとかいて、はいはいはい、結果として結構仲良くなっちゃいましたね、うん、そいつもなんか IT 起業家みたいなやつなんだけど、はいはいはい、じゃあ近づけ、いやいや、近づくっていうやり方もあるし、別に僕は近づかなくてもいいかもしれないけど、その僕がやってることを徹底的にトレースしてもいいし、そうしたら別に慣れると思います。慣れるっていうか、僕なんかそんな大した人間じゃないんで、もっともっと、僕ね、東京大学ってところに一瞬いたんですけど、その東京大学っていた人たちって見てみると、頭の良さは全然僕なんか全然ダメなんですよ。すっごい頭いい人たちいっぱいいて、うん、回転すごく早いんだけど、うん、なんかね、ちょっとしたこう考え方の違いっていうのかな、うん、それだけなんですよ。なんかイデオロギーとか、あー、なんか考え方の違いって何？例えば、うん、親の期待に沿わなきゃいけないとか、はい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 、はあ、僕最近ね、僕のあのゼロっていう本のライターをやった、うんうんうん、
人がいて、うん、その人が書いた、その人が教著で書いた本があって、うん、古賀さんという人が書いたんですけど、うん、その古賀さんってアドラーっていう、アドラー心理学ってご存知ですか皆さん。ちょっとマイナー系の心理学だよね。そうそうそう、ユング、フロイトに比べれば。フロイトとかユングの時代の、はい、あの、はい、人なんですけど、はいはい、最近その人の決定本みたいなの出て、嫌われる勇気って本が出たんですけど、はい、その嫌われる勇気で、アドラーが言ってることっていうのは、僕が言ってることと結構被っていて、うん、で、その古賀さん自身が言ってたんだけど、うん、こういう本今書いてるんですけども、堀江さんが言ってることと全く一緒で、うん、その、同じような、その、全くだから全然、あの、僕はそのアドラーなんか読んだことなかったんだけど、結果として同じ結論に達したんですけど、その、親が、うん、その子供に対して、こういうふうにしなきゃいけない、うん、っていうふうにこう強制するじゃないですか。強制っていうか、子供のためを思ってこういうふうにするって言ってんだけど、実は自分のためなんですよ、それって。だから、自分の人生は自分のためにあるんであって、親のためにあるわけじゃないし、他人のために生きるべきではないってアドラーは教えてるんだけれども、僕もまさにその通りだと思っていて、結構みんな他人のために人生を生きようとしてたりとかするわけですよ。だから自分のために生きるっていうふうに変わるだけでも、そういう人たちって変わるんですよ。だから例えば、端的に言うと、親が医者にしたいって言ってるから医学部に行きましたって、うん、僕の友達いましたよ。僕はあの中高一貫校で、うん、うちはあの久留米大学附設高校ってとこなんですけど、もう半分ぐらい医者になっちゃうんですよ、うん、そいつは寿司屋の息子なんだけど、なぜか医者になれって言われて、うん、誤老して帝京大学医学部に入って、うん、今医者をやってるわけです、うん、そしたらその彼女から5年ぐらい前にメールが来て、うん、あの、N 君って言うんですけど、N 君の、あの、彼女なんですけど、彼はすごく、なんか、精神的に病んでいて、みたいな。うん、堀井さんになんかアドバイスをも、なんか、してくださると嬉しいんですけど、とかって言われて、うん、いや、彼は、多分、医者じゃなくて、アニメーターになりたかったんだよって、うん、彼はオタクで、うん、絵とか超上手くて、うん、多分代々木アニメーション学院に行きたかったんだと思うんですよ、うん、そんな帝京大学医学部とかじゃなくて、うん、だから親は絶対許さないわけ、そういうの、うん、だからそういうことなんですよ、そこだから親のためとかに来たりとかしてるわけです、うん、親のために就職人気企業に、それがそのさっきも話してるように、うん、普通の暮らししようとしたり、あとやっぱり生きていくためには生活費稼がなきゃいけないでしょっていう思い込みみたいなものもそれの一つなわけね。親から埋め込まれたものもあるし、自分自身で自分をはめちゃってる形もあると、うん、でそういうふうなものをどん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 外していって自由にしてやりたいことをやればいいっていう。僕だってパソコンにはまってたじゃないですか、うん、中学校の時、うんうん、もうだからダメ人間の烙印を押されてましたもん、親から。でもさ、そのそうやってやりたいこと、まあどん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 やらなきゃいけないことを外していって、保証はあるのっていうふうにみんな考えちゃうじゃん。ないよ。そもそも人生に保証なんかねえんだよっていう話ですよ。うんうん、親は自分より大抵先に死ぬし、うん、だからよくほら僕、あのプロ野球のなんか球団参入騒動みたいな時に、うん、宮城久幸さんって人から結構 T シャツのことで結構ディスられてたわけですよ、うん、なんかあいつは下着なんか着てテレビに出やがってみたいなこと言うわけ、うん、あのおっさんが、うん、でちょっとうっとかって思ってたわけですよ、その頃、うん、だけどもういないからね、あの人死んじゃって、うん、何言いたくて今話してるの。いやいや、だから、うん、その自分のことを悪口を言ったりとか、うんうん、自分のことをこう強烈に批判するような人も、うん、死んじゃうんだよ。死んだら関係ないじゃん。そこか。うんうん。いや、だからぶっちゃけ僕の悪口を言ってる人がいても、うん、お前死んだら終わりじゃねえかよって思えば、うんうん、別に、あ、大したことねえなって思いません？なるほど。うんうん、うんうん、自分の好きに自分の信念で、俺はこれ T シャツ楽なんだから着てんだよ、バーカって言えばいいのに、うん、なんかこう、ほら。でもさ、そう、さっき話した、そういうふうに生きたら、保険がない？保証がない？そういうふうにやって成功したらいいんだけども、ダメになっちゃったら、どうしようってみんな思うわけでしょ？どうしよう、どうしようも、別にどうしようって生きればいいじゃないですか。で、いやいや、だからどうしようっていうのは、どうなると思います？そうなったら。何かマイナスありますか？例えば今、うん、さっきの話だったら、医学部入ってる、ね、うん、このまま乗るとだったら医者だと。
でも自分はアニメーターになりたいんだというふうに思ったとしようよ。うん、で、そうですね、じゃあ堀江さんの本読んで感動しました。医学部やめました。アニメーターに学校に行きました。アニメーター学校行ったら自分ではうまい、周りからうまいと言われても、別にアニメーターとして食えるほどの才能はなかったんだと。だから彼にしてみれば、もっと保証があることをすればよかったとか、もしくは誰かにお前はアニメの才能があるよっていうふうにお墨付きもらってから動けばよかったというふうに考えてる。アニメの才能って何なんですか？アニメの才能っていうのは俺に聞くの？うん、俺に聞くの。あの、低収入でも書き続ける根性だよ。ほら、うん、それ別に誰でもできません？実は誰でもできるね。でしょ？普通の人間より絵が下手なアニメーターいくらでもいるもん。うん、